おかえり。仕事、お疲れ様。君、最近仕事頑張りすぎじゃない？朝早くから出勤して、帰りは遅い。途中で寄り道とか、してないよな。そうか。君がそんなことするわけないよな。疑ってごめん。それじゃあ、ご飯にしようか。え？今日は疲れたから寝る。そっか。大変だったんだな。それじゃあ、おやすみ。しっかり寝るんだよ。明日もお仕事、頑張って。おかえり。って、そんなに顔色悪くして、どうした？何言ってんだ。大丈夫なわけないだろ。ほら、とりあえず中入って。ご飯は、食べる気にはなんないか。ほら、部屋に行こう。倒れちゃって。今日も大変だったんだな。あのさ、単刀直入に言うよ。仕事やめよ。ほら、俺って一応御曹司じゃん。それなりに財産はあるし、困んないと思うんだ。俺に頼りすぎるのは嫌って。好きだよ、そういうとこ。他人に甘えないで、自分で何とかしようってとこ、偉いと思う。でも、それで体を壊したら、意味ないじゃん。日に日に弱っていく君を、俺は見たくない。そんなことするくらいなら、今すぐ俺と結婚して、俺に養われて、そんなに嫌なんだ。なんで君が、そんなに甘えたくないかわからないな。俺の家の資産は、これから二人で不自由なく暮らせるくらい。俺と君、そして、子供を育てるくらいあるのに。どうして君はそんなに働くんだ？もういいだろ。付き合い始めた頃から言ってたよな。俺に養われてもいいよって。もし君が不自由を感じたんなら、会社を売って何とかする。っていうか、君が働いてる会社は、俺の親の下請けだよな。そんなところで働くくらいなら、俺と結婚しよう。そうすれば俺が、親の会社に就職させてやるから。どうして、そんなに辞めさせたいかって、簡単だよ。君と一日中、ずっとイチャイチャしてたい。精神面も、金銭面も、全部、全部、全部。
君から依存されたい。俺がいないと生きていけない体にしたい。君には俺だけしかいない世界で生活してもらいたいんだ。俺がどれだけ楽な選択肢を与えても、君はまっすぐ生きようとするから。そんな君に俺は惚れたんだ。けど付き合ってみると少しだけ不満があるんだ。会社で俺以外の男と話してないかとか、飲み会で俺以外の男を見てないかとか、寄り道して他の男の家に行ってないかとか、不安で、最近じゃ、倒れそうな君を見てると、楽になってほしいって、思うんだ。どうして君が、身を削ってまでそんなに頑張るのか。そのまま倒れて、俺から離れていってしまいそうで。もうさ、全部やめちゃう。辛いだろ。苦しいだろ。誰かに甘えたいよな。もう自分で歩きたくない。そうなんだろ。やっぱりそうなんだ。それじゃ、すぐに退職して、結婚指輪だって、生活費だって、それから、君が趣味に使うお金も、全部俺が買ってあげる。君が食べたいものがあれば、食べさせてあげる。君が欲しいものがあれば、買ってあげる。君の趣味だって全部わかってる。いっぱい楽しめるようにお金あげる。でもその代わり他の男と連絡しないで、外にも出ないで、他の男の音声なんて買わないで。もちろん動画もダメ。俺以外の男なんて、見ないで。俺のそばから、離れないで。それだけできればいいから。君は、それだけでいいんだ。後のことは全部、俺がやるから。様子がおかしい。そうかもな。俺さ、弱ってる君を見るとどうしても依存させたくなる。今までだって君を独り占めしたかったけど、君が頑張ってる姿を見て我慢できた。でも、今回は無理。だって、君が本当に、俺のそばから離れそうで、消えてしまいそうで。君も、答えは決まってるよな。俺に、依存したいだろう。今までは俺とイチャイチャする時間がなかったけど、これからは朝から晩まで、いや、俺が満足するまで絶対に寝かせてあげない。大丈夫、
今の君の仕事より簡単だよ。朝起きたら、俺にハグをして、キスをする。昼は俺の作ったご飯を一緒に食べる。夜は、お互い満足するまで求め合って、寝るときは、一緒のベッドで、抱き合って眠る。君はどうしたい？子供は何欲しい？夢が広がるな。ほら、もう自分がどうしたいか、わかってるだろう。目の前にある紙にサインするだけ。それだけで、君は楽になれる。俺と一緒に、好きなだけ依存していいんだ。君は、もうたくさん頑張った。そろそろ楽をしたって。誰も文句は言わない。それじゃあ、サイン、してくれるよな。ありがとう。君のこと、大好きだよ。